あるんじゃない大手スポーツメーカーのものしかやっぱり一般の人知らないから、ね、そうですよね。本当だ、まあ、沖縄本当なの。うわすげえ、なんかハイブランドじゃない。クロコダイルっぽくないですか、なんか、うん。伊藤さん、実は紹介したい人いるんですよ、はい、僕も独り身が長いんでそっちじゃないんですよ、ごめんなさい。要望役欲しいなって思ってたところなんですよ。いや、そっちじゃなかったんですよ。じゃあ、はい、ちょっと男性をね、紹介したいと思うんですけど、彼、実は、はい、僕の専属キャッチャーで、はい、はい、チャンネルでは拝見したことあります。三好がですね、伊藤だと言うんですよ、はい、えちょっと待って、あ、もしかしてそう、早く親戚そっちかそっちじゃない、そっちか。どういうこと、どういうこと、どういうこと。実は、多分ね、一度、なんていうんだろう、こう関わりを持ってるというか、そうちょっと待って、そう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 ね、TBS の筋肉番付。いや、違う違う関わりを持って彼、はい、鹿児島実業、鹿児島の、あ覚えてますか。覚えてる、はい、そうだ、俺がツイッターで、はい、そうなんですよ。で、DM 送ったんでしたっけ、なんか呼びかけたんでしたっけ。そうです、弟もいて、あ、そうだ、はい、鹿児島実業の糸田兄弟、はい、そうです。うわの兄の長男の、ほらららら、ら初めまして、初めまして。その時からずっと親近感というか勝手に僕は伊藤さんのこと。だから高谷って呼んでたんですか。でもそう、いつも高谷高谷って言うんですけど、今日はちょっと伊藤さんに会って。うわー、すごい、ごめんなさい、教育にテンションが上がる実はそうなんです。あ、そうでしたか。僕は聞いてて、で今日ぜひ時間があったらちょっと紹介しようっていうか、すごい、覚えてるかなと思って。覚えてます、覚えられてたんで、はい、で、メーテレのドデスカでもそんな話したんですよ。そうです、弟が大学の時に中京大学の、うん、で活躍したんで、伊藤さんにテレビで、そう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 、僕の1個下の弟になります。同じ糸だですねみたいな話をねしたんですよ。はあ、すごい、ありがとうございます、お会いできて光栄。いやいや、こちらこそありがとうございます。そうとは知らず、なんかグローブまで書いてあ、そう、名前書いたらね、分かったかもしれないですけどね。あ、確かに、はい、もうせっせとペットボトルの箱をいただいてツイッターもずっとその糸だったりもいるんだねみたいなツイートを見てすごい嬉しくて、当時。いや、あれからね、なんか俺が検索するからかよく流れてくるんですよ、果実の糸だ、はい、はい、いや、親戚以外で会ったことがないから僕もです、初めて糸田さんって方に。これでもね、すごい話があって、使えないんです、使えないんですけど、ちょっと前に仕事で俺、さかなクンと一緒になって、じゃあさかなクンがバーッと話してくれて、さかなクンのお母さんが旧姓が糸だなっていうことは、で、よくよく話をたどってって、でヒントもらって、で、親父はもう亡くなってるから、親戚のおじさんに電話してバーって喋ってて、そのキーワードを言ったら全部バチンバチンバチンってハマって、さかなクンと俺親戚だった。おじ、俺のおじいちゃんとさかなクンのおばあちゃんかおじいちゃんかわからないけど、どこかもう親戚の関係で、だからあるかもしれない、ありますね。ちょっと帰って調べます、そう、その家系を、うん、本当に漁業っていうことあるなるほど、そうですね。そう、どこが多いんですか、その糸田っていう名字は。愛知県なんですか。いや、僕のとこは親父の親父が戦争の時に疎開してきて、はい、結果なんか聞いたら浅草の人なんですって。浅草、うん、へえ。で、親戚が江南にいて、江南の江南市、はいはい、でそこに親戚が疎開してきて、で、まあ、流れて俺は小牧に住んでるっていうのを、まあ、大人になってから知るんですけど。あ、そうなんですね。でも鹿児島なんですよね。出身は愛知県なんですよ。あ、そうなんだ。愛知県の愛西市っていう
伊藤さん近いですよね、愛妻市が近いですよね、が地元というか実家でして、伊藤だ、伊藤だ、伊藤ですか、あ、じゃあ一緒だ、そうです、よく間違えられる、そうなのよ、井戸って言う、そう、鹿児島ってすごい間違えられるんですよ、でも確かに井戸って言いますもんね、そうなんですよ、はあ、でも井戸を立って濁るとこもあるんですよ、あ、いるんですか、でもこっちは井戸だだから、だが濁る、井戸だ、井戸だ、言いにくいですね、井戸だ、井戸だ、井戸だ、なんでちょっとディスって名前だからしょうがない、ディスってないですよ、言いにくいですねって言っただけですよ、吉見だって別に、まあ言いやすいか、うわすごい、ありがとうございます、はい、素敵な出会いですね、はい、これは、そうなんですよ、これぜひちょっと紹介したいなと思ってて、なんか応援します、いやーでこっちも自分もずっと応援してるので、でもなんか違う道に行かれるんですよ、教師を目指して、ね、今学生させてもらってます、すごいじゃん、そうです、忙しいんですけど空いた時間でこうやって手伝ってもらってて、本当キャッチャーって大事なんで、ピッチャーって、はあはあ、壁に投げる、例えば対決するって時に、うん、壁に投げるよりも的がないと投げれないんですよ、ああいうストラックアウトも難しいんですよ、意外と、うん、あるんじゃないあの壁なんで、うん、的がないんで難しいんですけど、キャッチャーがいた方が投げやすい、はい、ちゃんと構えてもらった方が投げやすいんですよ、かなり戦力というか大事な役割、何つながりで知ったんですか、まあ、でも野球つながりか、はい、そうです、こういうチームの中 の、 あの編集しているものが仲良くて高いと、でそれで紹介してもらって、はい、そうなんだ、はい、いやここもすごい縁感じました、これは教育実習中なんですけど、うん、やってますねやめなそれどういう反応するのみんな、いやなんか分かるの全然いない恥ずかしいなんでそんなこと言い出したの僕はもう、うん、広めようと思う中途ハンバーグやってるんです、ハンバーグって言っても知る子いないです、少ないですね、小学生小学生はじゃあミートボールかな、じゃあバンバンじゃなくてミートボール行ってみます、意味が分かんないミートボールの世間なところで、いやちょっと勝手にちょっとやらせてもらってて、全然全然、いやありがとうございます、やってください、はい、今後ともハンバーグ賞ともども井戸田でよろしくお願いします、はい、応援してやってください、はい、はい、よろしくありがとうございました、すごいですね、ありがとうございますとんでもない、ありがとうございます、ありがとうございます、びっくりした。